アキラ。お兄さん。やって。こんにちは、アキラお兄さんでパイーン。さあ、今回の企画は何でしょうか。Amazon。使ったことありますか。使ってます。はい。はい、Amazon の機能の一つに、うん、皆さんのレビューを書くことができるんですね、はいはいはい、カスタマーレビューって言って、はいはい、そのレビューだけを聞いて、うん、アキラお兄さんに商品を当ててもらおうっていう。むずないむずないです大丈夫、そんななんか突飛なものはやらないです、はいはい、どんなものなのか、商品をなんか完全に確定するわけではなくて、どういったものかっていうことを。そう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 、まあまあまあ結構レビュー頼りみたいなところありますから。そう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 、結構見ます？見ます見ます。結局どっちの意見もあるやん、うん、レビューってほとんど、うん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 、だからもうパニックになる最終的に。あ、まあでも4点なんぼやったら間違いないやろっていうので最終的にはそうなる、うんうん、みたいな感じで僕なり柔道ボーイなりがなんか良さそうなもの見つけたんで、はいはい、それをレビューバーって言うんで、はいはい、あきらお兄さんにどんどん答えていってもらって。わかりました、はいはい、じゃああきらお兄さんだったら絶対答えられるやつ、答える僕、はいはい、まずは星5、星5の意見が3つ、はい、全部星5です。全部星5、はい、ピウスグレーを購入、ストライプがちょっとダサいかなと思ったが実際に見ると案外可愛い、イエローも可愛かったので迷った、タイヤは大きいが段差は割と引っかかる、頭側の方にサスペンションがありタイヤも大きいはずなのに対面より背面の方が段差に強い。あ、はいはいはい、角度は100度まで上がるのでお座りが安定してからも使いやすい、はいはい、ああ俺もう簡単ですねもう出てません、それも楽勝ですよ。あ、出てますか、はい、はい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 、もういいですよ、分かったら分かった時点で答えて。ベビーカー。ああそうですそうです、はいはいはい、しかもしかもしかもアキラお兄さんのはいはい、やってありがとうございます、はい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 、ピジョンのランフィーの今のレビューですね、はいはい、はい、みたいな感じで、今のはまあ例題というか、今のはちょっとサービス問題というか、ね、そう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 、次ちょっと難しいです。4466件の評価、認知症の父の運動と交流を兼ねて、運動と交流を兼ねて、はい、認知症の父の手先と脳の運動と家族のコミュニケーションツールとしての意味合いを兼ねて購入しました。父はルール無視のズルをたまにしますが、それはそれで面白いので OK。 ズルをした父のとばっちりを母が食らうという面白さもある。単純なことだけどこんなに面白いとは思わなかった。収納するのと積み上げるガイドが今一つなのでそこがマイナス点。収納するのと積み上げる、うん、ジェンガ。うわすげえ、ジェンガ。うわすごい、これ1個で分かるとは思わなかったな。コミュニケーションツールとしてねすごくいいですよね。イエス、イエー、楽しい、答えれると楽しい。じゃあちょっとなんか意外と早かったからもうちょっと探してもらっていいですか2人僕じゃあ、あ、ある、お星がトータル4つの、全部4つの評価、あ、4つの評価ね、はいはいはい、49のレビューがある。49年、はい、かもなく不可もなく、ね、N サイズ167cm 60kg の主人が着てちょうど良さそうでした、うん、私もマスクかぶってみたのですが目のメッシュ部分が目に食い込んでめちゃくちゃ痛くて目が開けられないほどでした。またカツラはかぶる部分が浅くてすぐ脱げそうになったのは残念でした。まだうちはまだ子供が小さいので静かな鬼だったので大丈夫でしたが少しちょっと待ってちょっと待ってちょっと待っ て静かな鬼だ、鬼静かな鬼だったがあって、鬼の仮面じゃない、違います、鬼のあの被り物、でも被り物ですよメッシュ、鬼のコスプレセットとかじゃなく、言ってるやん、いや言ってるやん、そ言ってもて、静かな鬼ってもう鬼って言うてもてるからさ、ジェドボーイ何してんの、ジェドボーイさ、そのようわからんボックスにパソコン入れて何してんの、いやいや極秘でやってるつもりかもしらんけど口から情報漏れてんねん、それな、うちの奥さんが使ってたやつな、あきらお兄さんはその鬼って言う前にああれかなとは思ってたけど、もう鬼言うてもてるから、みんなし、えって鬼って言ったでしょ、えじゃあ、あのね、まさかの展開でしたね、はい、面白くないあ、はい、はい、来ました、寝ぼすけ丸からの問題、
星5つ中 4.4 で589件レビューがありました。すげえすげえすげえ。いいですね。匂いがとのレビューがあったのである程度覚悟して購入しました。開封直後は中学生の時の学校指定の甘がっぱのようなビニール系の匂いが強めでしたが、はいはい、2、3日してしたらそれほどのことはなくなりました、うん、苦手な人はダメかもと思いますが1ヶ月使い続けて現在は鼻をくっつけて嗅ぎに行かなければ匂いらしい匂いもないです、うんうんうん、このレビュー多いで。何かあの収納するやつとかも、要はあのあけらお兄さん買ったあの座椅子やねんけど、あのこう中にこう収納できるみたいな、ソファー、ソファーの中収納ができるみたいなやつもこんなレビューいっぱいあったもん。結構匂いに関するレビュー多いですよね。なんかちょっと科学的な香りがするみたいなね。どちらにせよ肩をこわばらせ頭痛と戦いながら書いていたのがだいぶ緩和されました。肩をこわばらせ頭痛と戦いながら書いていた。肩をこわばらせ書いていた。わかった。いいですか。はい。ここのマッサージ機。違います。ネックピロー。違います。最近使ったやつ多いな。こやつは半透明で裏と表で柔らかさが違い、さらに自分にとっては硬すぎると書きづらくなるようなのでこの商品を愛用させてもらっている。下敷き。ええー、下敷きをよくチョイスしようと思ったね。数あるアマゾンの商品の中からなんで下敷き選んだのか。おー面白いね。面白いチョイス。面白いで肩をこわばらせる必要がなくなった意味もわからない。下敷きが気になるよな、うんうん、なんでそもそもその人は下敷きなかったら肩こわばらせる、ね、でも下敷きがあった方が書きやすくない。あ、力がなく書けるってことかな。はいます、はい。55件の評価。星5が54%、星4が 28% なんで、もうこれも 80% 以上、はい。タイトルが永遠の消去法エース。永遠の消去法エース、うん、これが面白い。あのまさにまといてますね、はい。そこそこの味と満足のいく量、高すぎない値段、入手のしやすさ、その商品自身が飛び抜けていいからではなく他のものが軒並み不甲斐ないことで繰り上がり1位の座を保ち続けている消去法のエース。何それ、当てたいなそれ、うん、めちゃくちゃ面白いレビューやね。これめっちゃ面白いですね。へえ。これで当てたら相当すごいですよ。冷凍の焼きおにぎり。違う違うな。でも、うん、方向性は間違いじゃない。間違いじゃない、間違いじゃない、はいはい、食べ物ですよね。うん。でどこにでも手に入るもの、うん、スーパーでも買える、うん、レディーボーゲンのこんなでっかいアイス。違う違う。じゃあもう一個いきますか、はい。星5の意見です、はい。原点にして頂点とはまさにこのこと。普段甘味料はあまり食べないのですが、昔祖母の家で食べたこの味が今でも忘れられず、季節場所問わずたまに無性に食べたくなる。ほう、甘味料。他の似た商品があるけれど、やはりこの商品の食べた後の満足感が違う。おそらく自分には思い出補正もあるけど、昔から変わらないからこそ安心して食べられる。ウイロじゃあもう待って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 、甘いものですよね、はい。最終ヒント出しますから次は。はいはいはい、ちょっと待ってください。甘いもんでいい感じの量でカニパン蒸しパン。次いきますね。エクレアシュークリーム。星5です。一番美味しい床に着く前の夜食、毎日の楽しみです。お風呂上がりにいい。アイス、アイスクリームは数あれどこれほど普通のアイスはむしろあまり食べない。でも結局これが一番美味しい。え、ガリガリ君。はい。え、スーパーカップ。そう、のバニラ。その分かった上で、うん、もう一回最初のレビューいいですか、はいはい。永遠の消去法エース、うん、そこそこの味と満足のいく量、うん、高すぎない値段、入手のしやすさ、今これらの要素を全て揃えているのはスーパーカップだけ。はあ、スーパーカップ自身が飛び抜けていいからではなく他のカップアイスが軒並み不甲斐ないことで繰り上がり1位の座を保ち続けているアイス界の消去法エース。すごい。
いいレビュー、レビューの人面白い、レビューのプロ、すごい文才がね、すごい。ちょ、アイスって言ったらもう俺らもうガリガリ君しか出てないむずいなやっぱり。いや、当てられへんもんやな。そうですね、うん、そうですね。じゃあ16件の評価、うん、星5が 26%、 星4が 21% ですね、はい、で星1も 25% あります。ほう、はい、星1の表記、タイトル、くだらん、くだらん、くだらなさすぎる、うん、本屋で恥ずかしくて買えないからアマゾンで買ってみた、うん、で逆に星5、うん、たくさんの人に読んでほしい、うん、ファンです、グッズ感覚で買いました、うん、しかし読んでいると一人の人間としてやっぱり考え方がすごいなと思いました、うん、恋愛だけじゃなくいろんなことに悩んでる方に読んでほしいです。あー腹立つわ腹立つわ僕もレビューしていいですか勝手に今レビューしていいんですか、今勝手にレビューしていいんですか、はい、どうぞ。綺麗事ばかり並べていてはっきり言って薄っぺらさを感じます。内容が入ってきません。二度と買いません。メルカリで売りましたでも今もう完全絞り込めてますか。ね、いくつか出してますもんね。ああそう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 、はいはい、そんな細かいとこまで知らんし多分あれじゃないですかね、1冊目ではなく2冊目か3冊目のなんか恋愛に特化してるやつなんですかね。確か後ろに赤い花が正解これです、これあーでしょうね、それでしょうね、はい、マイナスからの恋愛革命。ああそうですね、はい、はいはい、すごい2個目で分かってましたですね、はい、すごい。どこで分かりました。なんか恋愛以外でもみたいなことが入ったんで、あじゃあ恋愛をピックアップしてるやつなんかなと思いましたね。と1個目のマイナスの書き方と、はいはい、あ、はい、すごいですよね、やっぱそのレビュー、分かりやすいレビューでしたね。分かりやすかったですか、はい、もっと酷評も聞きたかったですけどねいや、あんまり本当にこの電波には乗っけられないようなジュードボーイは、ジュードボーイも諦めますこれあるある、おお、お願いします。星が、4.5、4.3。おお、いいね。いちいちカップで測らなくていいのがとても楽でいいです。いちいちカップで測らなくていいのが、はい、はい、でも私は爪が短いので大きい蓋を開けるのがちょっと苦労します。出っ張りが欲しいです。大きい蓋、爪がないからカップを測らない、カップ測らない、カップを使うやつ、本来はね、カップを使ってやるけど、カップ麺でかくないですか、くくりが爪関係あります爪がないと開けにくい。僕実際これは買ったの、実際買った、分かった、コーヒー入れるやつや。あ、違うのかいや、コーヒー入れるっつってこの収録が始まる前にジュードボーイが、うん、キャンプとかで使えるコーヒーを入れるやつを買ったんですよって、すごい嬉しそうに興味ゼロの寝ぼすけ丸に解いててそれかなと思って全然響いてなかった、全然響いてなかった。虫来たらどうした、この人はちょっと使い方が違う感じなんですけど、うん、透明で気密性なのでドッグフードを入れて、わかった、何かボトル的なお菓子とかが試験内容に入れる、こうガチコンみたいな、そう、うんうんうん、違います。違う、フィルムケース、タッパー、タッパーのような、毎回計量することから解放されました。多少の誤差はあると思いますが、切れてないと気に食わないとかにはお勧めできませんが、使い勝手がよく似てます。あ、米、正解、米出るやつだ、へえ。米が、あ、見たわなんかで、全部、え、これ一号一号区切られてて、一号一号取り出せてこう計量されてるんで、すぐこう、あ、じゃあこうやって入れ、すくって、すり切ってみたいなのがない、やらなくていいんだ。3号だったら3つ穴開ければ、バーってなると3号、あー、めちゃ便利なの、すごい便利。お、はい、来た、星5つ中 4.5。 おー、めちゃくちゃいい、
4839件。すげえ、すごい大ヒット商品や。大ヒットや。3日でなくなった。えうますぎる。3日でなくなった。ただし3日目に食べたのは2本。うまい棒詰め合わせ。でも1000は合ってます。1000は合ってる。はい、大満足。今までコンビニでちょこちょこ購入していましたが、毎回6、7個買うのが恥ずかしく、思い切って大人買いしてしまいました。結果大満足ですが、バクバク食べてしまい、3日ほどで全部食べてしまいました。はい、プロ野球チップス。あ、それリュータだった。あればあるだけ食べてしまうので、うん、ある意味危険だと思います。まあ言うと本やから長いもんでしょ。日本とか言ってたもんね。細長いもんでしょ、うん、本日本ちょっと細長い。ガリガリ君、バクバク食べるから、そのチュッパチャップとかそういうのは消えるやんか、うん、3日で食べてしまうんですよ。30本入りとか、そういう何本入りですか、それは。50本入り。50本。あんずぼ。あんずぼ。渋チョコバット。ふがし。うまい棒以外思いつかんな。やめられない、止まらない。カポエビちゃん。あ、違います。え、おいそれはダメだろ。おいそれ、それはクレーム言うぞ。おい、カッパエビ戦詐欺やないか、それ詐欺やないか、それは。カッパエビ戦詐欺。おい、語る必要もないくらいの中毒性で、一人で3箱を3日で食べきりました。3箱3つ。いや、これはちょっと危ないか。サラミ、おつまみサラミ。おつ、カロリーより塩分摂取量が心配になりますが、恐ろしいくらい止まらない味です。カルパス。あ、俺言ったのそれ。え、だってサラミって言ってた。いや、一緒やね。サラミよ。そうそう、だから一緒で惜しいって言って、うわ、カルパスのこと知らんのかなと思って、俺今カルパスって言ってたけど。え、で、どっちが正解？カルパス。いやおつまみサラミって確か言った。すいません、確か言った。カルパスです。なんとなく分かるよ。おやつカルパス。すいません、なんか釈然とせんな。私の正解ですね。じゃあラストにしますか。ラスト。じゃあ僕で6件の評価ですね。5つ中 3.6。 ネタで買った人は必ず麺1本から試すべし。ネタで買った人は前置きですが、私は激辛までは美味しく食べられるレベルです。このファイナルは辛さを我慢すれば食べれるとか、そういうレベルではありません。恐る恐る麺1本から食べ始めましたが、辛さというよりも唇がヒリヒリして腫れ上がってしまうような激痛を感じます。それも持続性の高いヒリヒリです。カメラ止めてくれ。そのためカメラ止めてくれ。カメラを一刻も早く止めてくれ。そしてまた食うぞ。何が得意やからな。カメラを止めてくれ、一刻も早く。いやー、答え分かりました。はい、分かりました。はい、チュロスですよ。チュロス。甘っ、甘っ。脳が甘さを欲してる。これじゃね、いらん。もう二度と見たくないですね、別の顔は。本当にね。アキラお兄さんが帰った後に、アキラお兄さんのマネージャーがポッと現れて、はい、死んだ僕を見てました。はい、そのマネージャーから連絡があって、はい、何かあったんですかっていう。タマヤンさんが死んでいます。何かあったんですかという連絡が来ました。以上。はい、どうでした、面白かった。面白かった。よかった。楽しい、これ、うん、これ無限にできるから。はい、これなんか結構普通にみんなやってるんですか、これ。あの、小島だよだ。あ、小島だよっていうやつでやってんね、うん、そう。へえ。なんか始めた時期も結構近くて、うんうん、あ、多分最初に見てたんだと思うんです、あきらお兄さんのチャンネル。あ、そうなの。で、同じような企画をやってて、うんうんうん、大きくなっちゃいましたけど。へえ。めちゃくちゃいるよね、今ね。100万人。100万人。へえ、すごいね。うちもそれ5万人。5万人さあ。まあでも確かにね、最近アキラお兄さん言うてるけど、アキラお兄さんでやってる意味みたいなことあるもんね。そうですね。うん、そう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 。どこ目指してるのみたいなところありますから。ありますね。なんかアキラお兄さん会と、あの、石田アキラ会があってもええんちゃうのみたいな。普通に石田アキラ会は普通になんかもう普通にもう飲み屋でこうただ飲んでない。あー、いい、それやりたい。なんかね、そういうね。はい、はい、というわけですね。今回は、ゆるゆるクイズ企画でした。いやー、めっちゃおもろかった。はい、というわけでまた次回、さよなら、バイーン。けん玉じゃんけんじゃーん。けん玉じゃんけんじゃんけんほー。
持ち方の人の勝ち。